順番に振る、まあ、緑から順番に振ったら軽い中ぐらい重い、はい、こっちからだったら重い軽い、まあ、イワンポルトはこっちから振ってる、はい、重たい方から行く、普通に振ればいいんだ、うん、5回ぐらい。この前に一緒にストレッチやる、はい、今日も吉岡先生が教えてくれてます、よろしくお願いします。全国大会4位、個人戦を優勝させた名監督、個人戦女子優勝、昨日ですよね、昨日です、おめでとうございます。チーム全国大会4位、何年目でですか、毎年出場してるんですけど7年目ですね。4位は過去最高です、おめでとうございます。ありがとうございます。僕も全国大会を進めさせてください。やりましょう、はい、ヒメネス体操って有名なあのミゲル・アンヒル・ヒメネスの体操をやります。松尾伸ばして、こうですか、うん、お横が伸びる、5回ぐらいで、プロと比べた方がいいですね。プロはうちの教え子のプロで、はい、いきなりプロが登場しました。はじめまして。小斉平優和プロです、ね。小斉平優和プロ。こんにちは。ジュニア時代も関西アマ優勝、それから日本ジュニア選手権優勝。今は PGA ツアーチャイナで賞金ランキング6位。すごい。何度も優勝争いして、あと5試合で5位以内に入ればウェブドットコムツアーのシード権。アメリカ行くんですか。アメリカ行く。すごい。よろしくお願いします。構えを比べて、ここの位置に違うな、全然ここの位置にちょっと立ってみてもらっていいですか。右足を置いてください。ここでこの位置にアイアン持ってください。グリップ、グリップして全然違う、まあ、しかも足の幅とか距離とかは違うんだけど、ボールが右にありすぎちゃってコースに行っちゃうと、こうどうしてもこういう風に、はい、フックがきつい球に最近なってる、はい、なってます。ボールの位置がちょっと狂ってる、プロに1球それで打ってる、はいはいはい、ちょっとプロの弾道をまずイメージをして、おこれいいですね、 OK、 ありがとう、はい、こう、構えはかっこいいですね、はい、そう慣れるまで何回か、はい、ダフルからといって右に寄せていけば寄せていくほどだんだんフックがきつくなるんで、基本クラブを左ももの内側に合わせるんで、左ももの内側に合わせた時に真ん中に来る、手を真ん中に合わせて右に置いちゃうんで、はい、左ももの内側がインパクトだから、はい、この位置がいいよね。分かった、そうそうそう、ちょっと分かった、ここがインパクトの位置なんで、こうやって持ってきた、今ちょっとこういうふうに楽ちんに右で合わせてる感じなんだから、もうちょっとこう引っ張り込んで、ここで今は右に置いてパンでしょ、もっとこう合わせる、うん、そう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 、前はそんな感じなかった、あ少しフェードボール打ってみたいな、スライスボール打って多分ちょうどいいと思う。スライスボールってのは外から入ってくるってことですね。そう、カットボール、自分ではカットボールを少し打ってみて、こうそんな感じでローに入ります。 OK、うん、もっとカットのイメージがいいですよ。全然ほら、左ももの内側でセットしてこの位置でインパクトする、インパクトの場所が違うでしょ。違います。その位置からカットフェードでちょうどパスはまっすぐ入ると思います。ああ、よくなった、ナイスショット。同じスイングのプレーンでも、はい、最下点で打てばクラブはまっすぐ入りますよね、はい、ダウンブローで打てばインサイドから入りますよね、ここから入るじゃないですか、ダウンブロー、はい、最下点、アッパーブローで打てば外から入るんで、やっぱりダウンブローに打ちたいから右に寄せて必要以上にインサイドからこう打ってるんで、はいはい、こうなっちゃう。だからボールの位置を最下点ぐらいに置いて、しかもちょっと外から
流し込むような感じでこの辺に最下点を持ってくると、うんうん、多分まっすぐ入るんで最下点をここに持ってこない、うんうん、少し当たってこの辺に持ってくれば、うん、左サイドでさばいていくと、あ、いいね、いいね、いいね、必要以上に顔をこうやる気なんじゃないの顔最近右にこう置くようで、あ、そうなってます。あ、スピースみたいな感じですか。うん、そう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 、打つ前のスピースこうやって、そうそうそう、なるっすよ。こうすればいいってこと。いや、そういうことじゃないそういうわけじゃないです。まっすぐ、うん、なんかすぐ顔をこっちにこう見たいね。こう立って、こう立って、こう見たして、まっすぐまっすぐまっすぐ顔がまっすぐなってないですよ、こっち。そうそうそう、こっち。これ前傾してそうそうそう、この位置でいいです、この位置。この位置だと悪くないですよ。こう頭をこっちにこう動かしすぎですよね。この位置、この位置、こっちに行くもんだから、ちょっとでもこっちにやるとものすごくこう遠くになって、遠いです、めっちゃ遠いです、遠く感じるんですよね、はい、だから頭をこっちにやってボールをこっちにやりたくなっちゃうので、はい、この位置からこっちに寄り付いて、その時右の肩が受けてこないといけないんですけど、ここまで我慢して、ここまで我慢して、そうそうそう、そうそうそう、これだっていい、そうそう、そのぐらいでやってない、こうやすいな、やすいな、で、中心が見つかったら、その、お、ここだな、ここだな、それで、まっすぐ、そうそうそう、それで足を下ろして、まっすぐだったな、そしてそこでグリップをして、きれいきれいきれい、それで構え、OK、OK、それで肩の入れ替え、綺麗な、そうそう、今こっち向いてて、いやいや、それで綺麗ですよ、女子赤、うん、その方がいいね、本当に軽くなった、なるなる、軸が、いやこれきついな、目つぶって立てる、目つぶって立てる、顔がこう、あ、できてる、できるよ、ほら、できてるよ、できてるよ、なっちゃってるもん、最初から。そう。YouTube の。これ、ちっそ。